皆さんこんにちは。缶釣りで最も楽しい時間はいつでしょうか？放流の時でしょうか？私は放流よりペレットタイム派です。あの魚の異常な活性の上がりっぷり、最高です。で、今回紹介するルアーはペレットを模したルアーです。ペレットタイムで無双したい人向けです。みんなで漁夫になりましょう。キングフィッシャー、ジョコットボールです。木でできた丸いルアーです。ってことでレビューしていきます。使いところ。さっきも言った通りペレットタイムです。魚がバチャバチャやってるところに投げ込みます。ただそれだけです。乱獲しましょう。なお、ペレットタイム以外でも釣れます。魚が擦れている時に食わせの一撃として放り込むのもありです。ただし、そういう時は魚もルアーを見切るのが早いです。一発勝負になります。他にも、ルアーのフォールスピードが遅いので魚が表層にいる時、また魚が中層にいる時もスローフォールで食わせることもできます。さらにボトム放置でボトムの魚にもアピールできます。使い方次第でオールレンジいけますね。使い方。投げて沈める。基本はこれです。あと、ペレットタイムの時に、魚が浮いているものにしか反応しない時があります。そういう時はこのルアーを表層でデッドスローリトリーブしましょう。トップウォーターのように魚が水面に飛び出してきます。他にも流れ込みとかで魚が落ちてくるものに反応がいい時に使うのもおすすめです。フッキング。正直、フッキング性能は良くないです。ボディがファットなので針がかりせず、魚の口からルアーがすっぽ抜けることが結構あります。個人的にはベロンベロンに柔らかいロッドよりも、若干硬めの、掛け調子のロッドの方がフッキング率がいいです。あと、ペレットタイムの時にちょこっとボールを投げると、魚はペレットと勘違いしてルアーをがっつり飲み込みに来ます。当たりがあった後、送り込みすぎるとルアーを飲まれます。魚を傷つけないためにも気持ち早く合わせましょう。カラー。赤、緑、黒、茶、大豆があります。初めて使う人は視認性の良い赤か大豆あたりから入るのがおすすめです。私は大豆のヘビーユーザーです。クリアポンドだと魚がルアーに食いつくのが見れます。また、ペレットタイムで水面がバチャバチャ鳴っている時、ルアーを見失いづらいです。注意点。ルアーの大きさに制限があるフィールドでは使えないところがあります。ルールは守りましょう。ってことで、キングフィッシャーチョコットボールのレビューでした。私はペレットタイムの時にこのルアーを使って、何度も無双しました。そして初心者の時から今までずっと使っていて妙に思い入れがあります。すごくシンプルなのに、不思議な魅力があるルアーだと思います。この動画が、皆さんのルアー選びの参考になればと思います。ご視聴ありがとうございました。今後のより良い動画作成のため、チャンネル登録、高評価ボタン、よろしくお願いします。